皆様、こんにちは。チャンネル登録者数が600人を超えました。さらに大体3分でわかるシリーズ、トレビア編と合体怪獣獣戦の動画が、初めて1万回再生されました。皆様本当にありがとうございます。うぷ主のバキさんです。本当にありがとうございます。相方のフェイサさんです。本当にありがとうございます。さて、今回は今回は前回好評だった動画の第2弾。アクトラマン、ウルティノイド&ネクサス以降のアクトラ編。今日は彼らを解説していきます。今回も独断で決めていますのでご了承ください。それではどうぞ。バキフェイサーチャンネル。バリバリネタバレ要素が入っております。見ている途中の作品がありましたらブラウザバック等をおすすめします。はい、まず1体目は。ダークファウスト。ダークファウストはウルトラマンネクサスに登場したよ。ダークファウストが登場する回は、エピソード7、魔人ファウスト、エピソード8、MP メモリーポリス、エピソード9、警告ワーニング、エピソード10、突入ストライクフォーメーション、エピソード11、人形マリオネット、エピソード12、別離ロストソウルに登場。ダークファウストの身長は48メートルで、体重3万2000トンです。ダークファウストはウルトラマンネクサスに最初に登場したウルティノイドだよ。ウルティノイドとは何ぞやーという方のために解説すると、簡単に説明するとネクサスとは逆の闇のウルトラマンみたいな感じです。ダークファウストはネクサスと相対する能力を持っているよ。メタフィールドをダークフィールドに書き換える能力や、必殺光線ダークレイジェビロームや、闇の球体ダーククラスターを放つよ。そしてダークファウストの正体は主人公の恋人のサイタリコだったよ。なんとリコと家族は半年前に殺されていてリコは操り人形にされていたよ。ダークファウストを解説した動画があるので詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。宣伝オッズ。2体目は、ダークメフィスト。ダークメフィストはダークファウストの次に出てきたウルティノイドだよ。ダークメフィストが登場する話は、エピソード14、悪魔メフィスト、エピソード15、悪魔ナイトメア、エピソード16、ネイロラビリンス、エピソード17、闇ダークネス、エピソード18、黙示録アポカリプス、エピソード24、英雄ヒーロー、エピソード32、影アンノーンハンドに登場。ダークメフィストの身長は50メートルで、体重5万トンだよ。ダークメフィストは元ナイトレイダーの副隊長のミゾロギ深夜がダークエボルバーを使い、変身したよ。右腕のアームドメフィストには鍵爪状のメフィストクローを装備し、接近戦を得意とするよ。必殺技は破壊光線ダークレイストロームや、ダークファウストと同じくダークフィールドを展開するダークシフトウェーブなどがあるよ。ダークメフィストことミゾロギはリコを丸し、自身の手下にしたリノスフェルやガルベロスを利用して人間を捕食させるなど。やっぱり闇の巨人ってやべえな。3体目は、ダークメフィストツバイ。ダークメフィストツバイはダークメフィストと同じ姿と能力を持つ闇の巨人だよ。ダークメフィストツバイはエピソード32、アンノーンハンドに登場したよ。ダークメフィストツバイの身長の50メートルで、体重は5万トンだよ。ツバイはアンノーンハンドに操られたメモリーポリスの三沢博之がダークエボルバーで変身したよ。機材としてはネクサスと戦う時に目が赤くなるよ。ツバイはジュネッスブルーと激しい空中戦を繰り広げ、メフィストクローを使った連続攻撃でジュネッスブルーを撃墜させ、ジュネッスブルーのエナジーコアから光を吸収しようとするが、ミゾロギが闇の力ではなく心の光によって、メフィストに変身するという奇跡を起こし、エネルギー吸収を阻止されてしまうよ。メフィストは一瞬の隙をついてツバイを取り押さえ、ジュネッスブルーに自分もろとも攻撃するよう促され、アローレイストロームを受け、消滅したよ。4体目は、ゆるふ愛されたダークザギ。おいなんだ今の。ダークザギはウルトラマンネクサスに登場するラスボスだよ。ダークザギの身長は55メートルで、体重5万トン。ダークザギはエピソード34、封鎖 AD2009、エピソード39、反乱リボルト、エピソードファイナル、絆ネクサスに登場。ダークザギの身長は55メートルで、体重5万トン。ダークザギはもともと来訪者がスペースビーストを駆逐するため、かつて母性をビーストから救った光の巨人、ウルトラマンノアを模して作り上げたのが、大ビースト用最終兵器ウルティノイドザギだよ。そしてダークザギの正体はナイトレーダーの隊員石堀光彦だったよ。ダークザギは自分を復活させるためにスペースビーストやファウストやメフィストを作り出したりしたよ。5体目は、ウルトラマンベリアル。ウルトラマンベリアルは映画、大怪獣バトルウルトラ銀河伝説、ザ・ムービーに初登場し、その後もたびたび登場しているよ。ベリアルの身長は55メートルで、体重6万トン。ベリアルは光の国で闇に落ちたウルトラマンの一人だよ。ベリアルはウルトラの父こと剣士の嫉妬や、エンペラ星人の闇の力兵の戦法などにより、さらなる力を求め、プラズマスパークのコアを奪おうとしたが失敗し、重罪を犯したことにより光の国を追放され、宇宙をさまよっていたところをレイブラッド星人に目をつけられ、今の姿になったよ。その後はベリアルの乱を起こし、宇宙牢獄にいたが、ザラグ星人によって脱獄し、プラズマスパークコアを奪って光の国を凍結させてしまうよ。その後は怪獣墓場で、100体怪獣を蘇らせたりベルドラとなったが、ゼロに倒されてしまうよ。その後は別宇宙で皇帝になってたり、息子がいたことが発覚したり、卵になったり、カップ麺になったり、車になったり、城になったり、最近だと剣になったよ。後半おかしくね。6体目は、ゼロダークネス。
ゼロダークネスはウルトラゼロファイト第2部に登場。ゼロダークネスの身長は49メートルで、体重3万5000トン。アーマードダークネスに用意していたウルトラマンベリアルの魂が、一瞬の隙をついてウルトラマンゼロの体に乗り移り誕生したよ。姿はゼロだけど体のラインや体色がベリアルに酷似したまがまがしい赤と黒を基調としたものに変わり、ウルティメイトブレスレットも黒く染まってしまっているよ。劇中ではその圧倒的な力でウルティメイトフォースゼロのメンバーを叩きのめしたよ。7体目は、ウルトラマントレビア。トレビアは劇場版ウルトラマンルーブ、絆のクリスタルや、ウルトラマンタイガ、劇場版ウルトラマンタイガ、ニュージェネクライマックスに登場。トレビアの身長は50メートルで、体重3万7千トン。トレビアはタロウの元親友だったり、ベリアルに次ぐ闇に落ちたウルトラマンだよ。劇中では、めちゃくちゃ下道なことをやってるよ。詳しく知りたい方はこの動画をご覧ください。8体目は、ウルトラダークキラー。ウルトラダークキラーはウルトラマンのパチンコで初登場し、ウルトラララクシーファイトニュージェネレーションヒーローズで映像でも登場したよ。ウルトラダークキラーの身長は66メートルで、体重6万6千トン。ウルトラダークキラーは一度タロウに倒されたが、怨念の力で復活し、現れたよ。ウルトラダークキラーはウルトラヒーローから奪った光の力とキラープラズマを融合させて暗黒軍団、ダークネスを作ったよ。ダークキラーが作ったのは、ジードダークネス、X ダークネス、オーブダークネス、ゼロダークネス。この4体を作り、ニュージェネレーションを苦しめたよ。今回はここまで。何か解説してほしいのがありましたらぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。また Twitter もやってるからフォローよ。次回の動画もよろしく。それじゃあ、バイバイ。